JR 東日本キハ100系、キハ110系機動車、ポケモンウィズユートレインポケモンウィズユートレインは、東日本旅客鉄道が保有している、乗って楽しい列車用の鉄道車両である。ここでは、ポケモンウィズユートレインを使って、一関気,気仙沼間を運行する観光列車、ポケモントレイン、気仙沼号についても述べる。JR 東日本盛岡支社では、 2012年10月12日に、一ノ関運輸所属のキハ100系機動車を改造した列車を、同年12月22日から、大船渡線の観光列車として運行させることを発表するとともに、車両相性が、ポケモンウィズユートレインに決まったことを発表した。2012年12月22日から一ノ関、京線沼間を、観光列車、ポケモントレイン、京号として、 運行を開始した。2013年には、東日本大震災復興支援事業の一環として、同年7月から9月にかけて、釜石線、山田線へ、2014年には、同年1月から2月にかけて、水軍線、常磐線、総武本線へ、7月には、東北本線、当田沢線へ、2015年には釜石線に加えて、三陸鉄道南リアス線へ、 出張運転が行われた。2017年3月29日に JR 東日本は運行開始から5年が経過することから内外装の変更を伴う車両のリニューアルを行うとともに運行開始当初のデザインでの運行を同年5月7日で終了し7月15日から新しいデザインで運行開始することを発表した。その後5月26日に 新しいデザインのコンセプトと、その詳細が発表されている。旧デザイン時代のポケモンウィズユートレインキハ100系、機動車2両車両は、一ノ関運輸所属のキハ100系で、唯一カミンズ製、n んた855、R エンジンを搭載する試作車2両3が、種車となり、郡山総合車両センターで改造が行われた。車両のデザインは株式会社ポケモンが担当し、 外装は、ポケモンは、いつも君と一緒をテーマに、内装は、森の中をコンセプトにポケットモンスターをモチーフに、改装を行ったが、車番の変更は行われていない。また、車内放送は、オリジナル放送となっており、案内のお姉さん以外はすべてアニメのポケモンの声優が務めており、終点の放送には、ポケットモンスターブラックホワイトのエンディングが、搭載されていた。 キハ100から1は、クロスシートの背もたれを、ポケモン柄にした、全車指定席のコミュニケーションシート車両となっており、コミュニケーション車両の座席は、種ネ社のセミクロスシートからすべてクロスシート化に改造された。腰掛け増設分はキハ100から3で使用していた、腰掛けを再利用しているが、腰掛け表記時は、ポケモン柄に、腰掛けツー側ガーの取り手は、モンスターボール型に変更している。 キハ100から3は子供たちが遊べるプレイルーム車両となっており、プレイルーム車両内は床上温水暖房装置の関係から子供たちが遊ぶプレイゾーンを高床構造としている。二両ともトイレも含めて内部にラッピングが施され、吹き寄せ部は木の幹をイメージした木目にポケモンアイテムをイメージした座席名板が腰部には草むらの緑をイメージした中にキャラクターが 幕部は空をイメージした水色を基調にして、キャラクターが配置されている。また、天井とカバー内部や、客室側便所仕切り壁、運転台細部にもキャラクターが配置されている。2017年7月のリニューアル以降は、親子でピカチュウと楽しむ列車をコンセプトとし、車体はピカチュウをイメージした黄色と赤と茶色を、基調としている。内装も、ピカチュウの頭のシルエット、尻尾、 背中の模様、足跡が至るところ描かれている。戦術のモンスターボールの取り手はそのままとなっている。また、更新されたプレールーム車両の内部には、運転台をイメージした遊具やソファーが設置されている。ポケモンウィズユートレインを使って、一ノ関気仙沼間を大船渡船経由で運行。土日祝日等の特定日に1日1往復している。 全車指定席で乗車券の他に指定席料金が必要になっている。一の瀬駅陸中松川駅警備系駅、すり沢駅千枚屋駅から降り、壁駅気仙沼駅。ありがとうございます。